1958年のイギリスサルーンカー選手権は、イギリスサルーンカー選手権の初のシーズン。シリーズは 1200cc 以下、1201から 1600cc、1601から 2700cc、2701cc 以上の4つのクラスで行われた。各クラスに同様の選手権ポイントが与えられ、それはすべてのドライバーが、 勝利なしでシリーズ優勝できることを意味した。シリーズの初戦は実際には1957年12月26日にブランズハッチで開催された。1958年シーズンの最終戦はブランズハッチに戻って10月5日に開催された。ジャック・シアーズとトミー・ソ・ピースは同ポイントで最終戦を終えた。当初は コイントスでチャンピオンを決定することが提案されたが、これは両者にとって重複できないものであった。そこで、マーカス・チェンバースが所有する2台のライリー1.5でゴラップの競争を行うこととした。公平に競うために、両者はゴラップを走らせた後に、お互いの車を交換して、再びゴラップの競争を行い、タイムの合計でチャンピオンを争うこととした。路面は、 非常に濡れた状態であったが、初戦は2.2秒差で、ソッピースが勝利した。2戦目はシアーズが3.8秒差で勝利した。この結果、シアーズが初代 BSCC チャンピオンとなった。オースチン A105 をドライブするジャックシアーズが1958年のタイトルを獲得した。複数クラスの混走による総合優勝者は、太字1クラス混走。 ありがとうございます。